春めく山本文子さんのエッセイ講座皆様、こんにちは。この動画は、雑誌「ハルめく」が随筆家の山本文子先生を講師に迎えて開催するエッセイ講座をオンラインで見ていただくための動画です。進行は私、ハルめくのイベント担当、松本祐介が務めさせていただきます。山本先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 本来であれば、今回からエッセイ講座の第4期がスタートするはずでしたが、新型コロナウイルスによる自粛要請のため、通信制での実施となりました。今回から新たに仲間に加わってくださった皆様、そして前回から引き続き参加してくださった皆様に、山本先生からメッセージをお願いいたします。はい。新しい皆様、元から 通ってくださっている皆様、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。山本文子です。あの、新しい方が6人加わってくださって、えー、全体としては24人、そして松本裕介さんと私とという構成で進めていきます。あの、教室の中はとても不思議です。 皆さん、あの、それぞれ書きたい思いを持って集って来られるので、普通の友達とも違う、親戚とも違う、なんかね、不思議な親しさ、共感、そういうものが生まれています。私はこっそり、奇跡の講座、奇跡の教室と思っています。新しい方は、あの、今日本当はね、 直接お目にかかってお話しできるチャンスがあのなくなってしまったので不安かもしれませんけれども自由に楽しく一番大切なのは機嫌よく書いていただくということですあのこれが言いたいっていうちょっと難しいことに取り込む時は特に機嫌が大切ですからあのニコニコ顔で書き始めていただきたいそのことだけお願いしておこうと思いますそれでは 始めますよろしくお願いしますエッセイ講座は全6回の連続講座になっています受講生には毎回先生が指定したテーマでエッセイを書いて事前に提出していただきそれに対して山本先生が文章を添削してくださいますそれはまるで先生と受講生2人だけの交換日記のようなやり取りです 講座では毎回何名かの受講生にエッセイを発表してもらい、共に学ぶきっかけにしています。それでは早速始めましょう。エッセイ講座に参加してくださっている皆さんに書いていく私たちという紙を一枚お渡ししています。あの書いていくときに何かあの助けになるといいなと思って、私があの10年前に 書いたものなんです。で、一度も書いてないんですよね、えー。で、一体何のことだろうと思いになる箇所もあるかもしれませんけれども、だんだんなんだかこんな感じかなと分かっていくということかもしれません。とにかくお守りとして持っていてください、えー。今日はその中からいくつかちょっとあのお話ししておきます。最初の項目、深呼吸してから書き始めるです。 これはあの、今日のこのオンラインの講座の最初の時にもお話ししましたけれども、機嫌よくっていうことですね。深呼吸して機嫌を作って書き始めるということをお勧めしています。ニコニコして書いてください。あの、それはね、本当に作品に現れて読み手である私すぐわかります。あれこの方はちょっと怒ってるかもしれない。 ちょっと不機嫌かもしれないっていうことはすぐ伝わります。ですからできるだけいい機嫌で深呼吸して書き始めましょう。それから、えあ、ー、ったことを全部書こうとしないという項目があります。これは、あの、特に書き始めに陥りやすいことなんですね。あの、小学校の時、作文を初めて書くような児童に向かって、 あったこと、なるべく正確に思い出して、端から端まで書きましょうっていう勉強を私たちしてきたと思うんですけれども、エッセイはそうではないです。朝起きて朝ごはんを食べて、玄関で靴を履いて、電車に乗って、なんていうふうに、あの、書きそうになるんですけれども、あの、出かけたことを書くのでも、そうですね、玄関で靴を履いて、その靴の話で、 そのエッセイ1本が終わるというのでもいいんです。それ結構面白そうに聞こえるでしょう。ですから全部書こうとしないということで、まず気を楽にして書いてください。それから何にしようかな、えー、原稿は楽譜ということですね。私は今日下手くそながら皆さんの作品を読ませていただきました、えー。読んだ時に読みやすい音として美しく伝わるという書き方をすることが大切です。 ですから、えー、原稿は楽譜と思っているんです。そのこともこれから、あの、たびたび勉強していきましょう。最後にもう一つ、漢字が多いと紙面が黒っぽくなるということですね。えっと、これは漢字にしようか、ひらがなで開いて書こうかっていうことは、書き手が決めるんです。 ですけど皆さん、ほら、教養もあって漢字もたくさん知っておいでなので、何から何まで漢字で書こうとされるんですね。でもそうすると、ちょっと読みにくいし、えー、優しさが醸し出されない。ですから、あ、これは漢字を開くと、型が、平仮名になるっていうことなんですけれども、これは漢字にしないで開いちゃおうかなということをご自分で決めてください。で、どの字を開くか。 どの字をひらがなにするかっていうことをだんだん書き手として決めていくということも楽しい作業の一つになると思いますこの続きはまた今度それでは参加者の方が提出してくださった作品を読んでいきたいと思います今回募集した作品のテーマは繰り返すです これから全部で三人の作品をご紹介していきます。朗読中は画面に原稿を映しますので合わせてご覧ください。最初は海亭子さんの作品でタイトルは「聞く」です。それでは先生朗読をお願いいたします。はい。聞く海亭子。え、何？ 1> ここ1、2年、耳の聞こえが多少不安定になってきました。子供たちが小さかった頃は、公園でもスーパーでも、幼稚園の園庭でも、小学校の体育館でも、重なり合う音や、あ、重なり合う声や音を突き抜けて、我が子の声は私の耳に飛び込んできたものでしたが、家でテレビを見ていても、 電子レンジや換気扇や電気ポットのお湯の沸く音が重なると、ニュースがよく聞こえません。換気扇の音など耳に刺さって脳が乗っ取られそうです。そんな音を押し戻しながら、ニュースのアナウンサーの声を拾うのです。テレビの音量を上げても、言葉、文章、意味が頭に入るまで時間がかかります。 聞くために不可欠な内耳の有毛細胞の機能が低下してきたのです。加齢のためか。テレビであれ、人の話であれ、聞くためには意識して集中しなければなりません。疲れているとき、それは苦痛です。集中をとき、聞かないようにしてしまいます。ああ、なるほど。難聴は 社会とのつながりを素にしやすく認知症の原因の一つになりうるわけです過敏かつ鈍感な私の耳がいつでも聞きたいいつまでも聞いていたいと思う音に最近出会いましたミラな,い見,らな見習いギタリストの弾くクラシックギターの音ですカール・ヘンツェのノクターンを仕上げようと 一音一音拾っていく音は、一つ一つ透明な玉になって空気中に流れ出すようです。耳にスーッと入って、若干数の少なくなった内耳の有毛細胞の毛をそっと撫でていきます。世にギターの名曲名演は数あることでしょうが、聞くことの集中をしない、手放しで安らげる音は、一音一音確認しているような、 時にたどたどしい見習いギッタリストの弾くこの曲のほか私にはありません。聴くたびに初めて聴くようで純粋で無垢で初う々うしい。子供たちの声がまっすぐ耳に飛び込んできたのは私が若くて耳の細胞の毛が生えそろっていたためだけでは決してありません。動物としての生存本能が こう守るために機能していたと思うのですそして見習いギタリストのギターの音が私の耳になみらか滑らかに届くのは三十年以上一緒に暮らしていることのこ,ことの人としての共存本能が働くためかもしれませんハレルヤありがとうございました難しかった見習いギタリストっていうのが あのうまく読めなくてごめんなさいそれから書き手のカイ子さんが中を2つつけてくださっています内耳の有毛細胞のところ内耳の内部で音の振動を電気信号に変えて脳に伝える役割をしているそれからもう一つ中二カールヘンゼドイツのギタリスト1 8 0 1972年から1946年「ノクターンは代表曲」で。素敵ですね何、はいはい、かあどこに行くのかなこの話と思ってたんですけど、はい、旦那様ですよね。うん ギターっていいですよね。おうちにギターの音があるなんて。はい。松本さんも弾く弾かないですね。あ、そうそう,そう。弾けないです。<あ>すいません,、うん。なんか、あのー、演奏があるっていいわよね。なんかね。はい。と思って。はい、あのー、でもあ、やっぱり私も、海抵子さんをもう存じ上げているので、それもあるし、何編も作品を読ませていただいているので、光景が、 目に浮かびました。こんなふだろうなって。あのう、ー。光景が浮かぶって。あのー、読み手に。浮かばせるって。本当はすごいこと。で、あのー、そこも称えたいと思います。はい。あのー、本当におしゃれな作品だなって。しみじみしたんですけど。旦那様。っていう言葉。 は一言も使ってなくって、うん、愛情とも書いてないのに、うん、すごくその存在を感じさせられる、<う>素晴らしいなというふうに思いました。うんうん、だからあの私たちってあの言葉で伝えようとするときに、ついあの素敵とかあの愛情を感じたとか楽しいとか美味しいとかって書くんだけど、そうではない使い 伝え方をできるようになっていくっていうのがやっぱりあの,一つの道筋なんですよね私たちがこの勉強でこう目指しているところというか子供の頃はほら今日は遠足に行きましたってなんちゃらなんちゃらなんちゃら楽しかったっていう感じだけど、はい、そうではない書き方ができるようになるっていうか。はいうん そこが目当てかなってあの思ったしこれは本当にそれが実現している作品だと思います、はい、それでは続けて参加者の方の作品を読んでいきたいと思います今月からエッセイ講座の仲間に加わってくださった日高久江さんの作品でタイトルは鏡です先生よろしくお願いします鏡日高久江 今日はなかなか上手に描けたと思い、鏡の中の我が顔とにらめっこする。ここのところ、眉の型を描くという作業にかなりの手間と情熱を傾けるようになっている。ことの発端は、たまたま見たテレビ番組の美容家の眉の描き方指導だった。眉を描くということだけに特化した2時間レッスンだ。 え2時間その驚きと猜疑心を納得させる映像が流れた。書き方一つで人の雰囲気は変わっていく。今まであまり意識もせずに適当に書いて一丁上がりとしてきた私には目から鱗である。ものすごい集中力を持ってテレビの様子を見た後、早速鏡と向き合ってみる。 我が眉をよくよく見ると、型、高さ、毛流、毛の密度が左右で微妙に違う。これをミリの単位で整え、描いていくらしい。見るとやるとは大違い。左右の高さが違ったり、細かったり、太か,太かったり、寸足らずだったり。思うようになんぞ描けない。 さらに、眉かきに真面目に取り組むようになって気がついたことは、その日の朝の気分で、描き方にムラがあるということ。一回で上手に行けば、すこぶる気分が良いが、そうでない時には気がめいってきてめげてくる。納得のいかない眉と一日付き合うこととなる。眉は、顔のパーツの中で唯一自分で変化させられるところだ。描きようによっては、 美人女優風にもなれよう。しかも今はコロナウイルス対策でマスク着用の日々。顔のパーツで見えているところは眉と目のみ、まるで中東の女性のように神秘的で美しく見える。こうなると眉かきに熱が入ろうというもの。私の美眉かきの試行錯誤の日々は毎朝繰り返されている。 コロナウイルスが収束して、マスク着用する必要がなくなる頃には、眉かきも上達しているはずである。還暦すぎて遅巻きではあるが、繰り返して技を身につけていくというのは面白い。ありがとうございました。<laughs> 面白いでしょはい。あのね、なんかね、もう、 皆さん割とねコロナのこといっぱい書かれるのであちょっとは書いておられるんですけれどもなんかこういう面白いこと書かれていいなと思いましたちゃんと今日前にかしっかり書いてこなかったけれどもでも本当に同じように思っています眉は一番大事そうなんです、ねうん、はいあの楽しみですね日高さんにお会いしたらあのどんなふうに書いてるのって教えていただきましょうね。はい どう、男性としては。この眉の話で。そうですね。あ、そうなんだっていう想あ。やっぱり。そうでした。あの。思わず。眉毛、左右で違うのって鏡を覗き込みたくなりましたし。うんうん、そう、違うのよね。はい、はい、あと。毛の流れも違うのよね。厄介なこと。そうなんですね。うん、で。上手に描けなかった日はちょっとこう、うん、ブルーになる。っていうのも、うんうん。そういうのもある。かな。はい。うん ちょっと人付き合いの上で一つ気をつけるポイントだなって。ね、でもさあ、はい、こういうこんこういうことをあの各題材に選べるってすごいよね。はい、そうですね。うん、あの本当にこれから楽しみに書いていただけるなあと思って期待しています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お会いするのが楽しみです。楽しみ。はい、<laughs> 眉見せていただくのが楽しみ。 それでは最後の作品を読んでいきたいと思います。大井陽子さんの作品でタイトルはヘクソカズラです。それでは先生よろしくお願いいたします。はい。ヘクソカズラ、大井陽子。2、3日吹き荒れた風が嘘のように静かで平穏な朝を迎えた。 洗面所の窓ガラスに反射する朝日がキラキラと輝き、今日こそ外に出るぞ、と気持ちが流行る。この頃の私は草むしりを世間の人が思うほど嫌ではない。雑草とひとくくりされ、見落としてしまいがちな小さな植物たちが、よく見ると清楚で美しい。その名前を全部覚えたら楽しいだろう、と思った。 きっかけは、長官に踊り子僧の名前の由来が、すげかさをかぶった人が踊っているように見えるからと書いてあったことだ。早速確かめると、濃いピンク色の傘をかぶり、同じ色の着物を着た女の人が、両手を前に出して踊りのポーズを決めているように見えた。畑を見渡すと、勢いがすごいので、 なるようになれと半ば草取りを諦めたボーボーの草の上に無数の小さな踊り手たちがいるみたいだ。私が小学生の時の運動会でみんなで踊った越中をわらし、それを草たちが踊っているようで親近感が湧いてくる。ピンク色に染まった畑を見ているとなんだか楽しくなってきた。 これまで邪魔者扱いしていたけれど、雑草にも名前の由来があるのだ。ある日、家の玄関先に可憐な水色の花を見つけた。忘れな草そっくりだが、花の大きさが直径2ミルほどしかなく、茎も細いので目立たない。そのような花があること、しかもそれが身近に咲いていることに驚いた。名前を調べると、キュウリグサ。 葉を揉むと、キュウリの匂いがするからというが、花の可愛らしさとはアンバランスで、一度耳にしたら忘れない。葉っぱの大きさの割に、小さい地味な花を咲かせているのが、吐きだめ菊。牧野富太郎博士が、人に聞かれ、とっさにこの名を付けたらしい。いくら吐きだめに咲いていたからといって、これはない。もっとひどい名として、ヘクソカズラがある。 中心が赤紫で、外側が白色の筒形の清楚な花、小花。葉に特有の匂いがあるので、こんな名前を付けられたようだ。しかし、その名前を読んだ歌が一種、万葉集にあると知り、がぜん興味が湧いてきた。今から千年以上も前のことだ。これまで思いもよらなかったが、雑草たちは縄文人の縦穴住居、 平安家族、貴族の邸宅、武家屋敷でも時を過ごし、そして現在、私の家の庭にも根を張っているのだろうか。何千年も命を繰り返し繋いできたのだろうと思うと感慨深い。そんなことを考えていたら、趣味は草むしりです、というのも悪くないな、と思えてきた。 ありがとうございました。これね、本当にあの、大井洋子さんならではだと思います。あの、大井さんの世界というかね、あの、本当お付き合いがまだ短いんですけれども、あの、作品を読ませていただくと、そういうことが、 わかってくるというか、わかりやすいというか、伝わりやすいので、とっさにそ、まずそう思いました。これはよう、あの、ようこさんの世界っていうふうに、あの、よくお書きになったなと思ったし、あの、題材が草むしりっていうところも、あの、とってもあの、作者らしい世界観だと思いました。それで、この中にあの、ヘクソカズラ、 なんてね本当にひどい名前ですけど <laughs> その万葉集のあの歌を探してみましたちょっといろんな説があるんですけれども私が探したのは書き出しがあこうです河原富士に這い大取れる草かずら頼ることなく宮塚いせ 高宮の大きみというあの身分の高い人が読まれた、あの宮遣いする人なんですよね。身分は高いとは言ってもね。それであの、こういうふうに、あの、は生えて広がっていく、しっかり増えて、えー、たくましくそこにある、このヘクソカズラのように、自分もこの宮遣いを続けていこうという歌なんです。 ちょっと読み方がね、難しくて、違うよって言われるかもしれないですけど、あの、そういうふうに、ヘクソカズラも、名前は何だけれども、えー、尊く呼ばれている。よかったねっていう感じです。ね、とってもいいでしょそれからね、一つね、あの、たくさんの花の名前が出てくるようなとき、こういう書き方をするとき、この書き方で、あの、 OK、ですあのとても素敵でいいと思うんですけれども何かこう共通した名前が出てくるような時はあのヘックソカズラキュウリグサええ秋だめの菊とかっていう風に名前をね、はい、こう先に出して作品をパターン化していくっていう手法もあるんですよね、うん、そうすると書きやすいしあの読む人にとってもね 受け取れ、受け止めやすくなるんですよね。今度はあの、皆さんとお会いしたら、そのこともパターン化について、もう一度学びたいと思いました。いや、これはこのままいじらない方がいいと思いますけれども。ちょっとあの、授業らしいことを言ってみました。はい。ありがとうございます。それでは、山本文子さんのエッセイ講座、第一回はこれで終了です。 皆様、どうかお元気でお過ごしください。本当に。ありがとうございました。